エマちゃんにボーイフレンドか。だから木下くんか。京介くんさ、私に隠していることあるでしょ。さっき言ったみたいな理由じゃなくて、そう、もっと切実な、エマちゃんに他の子と付き合ってもらいたい切実な理由があるでしょ。私は京介くんの味方だよ。私にどうこうできるような問題でもないけど、何でも言ってよね。お手伝いするから。ただいま。まあね。お兄ちゃん、木下くんのことだけど、一体どういうつもり？昼休み、あれもお手洗いなんかじゃないでしょ？木下くんと会ってたのね。ちゃんとした？
異常？二人の間だけのことを世間の尺度に押し込めて何か意味があるのかな？困ったことにならなければいいけど。その時になったら話す。何も起こらないうちにお兄ちゃんを責めたりしたくないから。いただきます。うん、そうね。お墓参りに行くたびに思ったんだけど、夏美ちゃん、そのまま成長できたらどんな人になったんでしょうね。どうして？どうって言われても困るけど。そうね。人の死が残った人に与える影響ってきっととてつもなく大きいんだわ。お邪魔します。外から部屋の中に入ると暑いね。冷たいのは水しかないですけど、それでもいいですか？あ、ううん、すぐ行くからいいよ。墓参りのことなんだけど。偶然だね。それで今年も一緒に行ってもらっちゃっていいかな？はい。じゃあいつも通りに。そうだよ。
じゃよくないかなって、こういうことは。まあ、京介も、もうちょっと大人になればわかるよ。それじゃあね。お兄ちゃん、事故のいきさつとかって聞いてないの？そう、私おじさんだけじゃないのかもしれないって思ってるんだけど、通りさんもってこと。妹さんのことになると、通りさんちょっと雰囲気が違うみたいだから。お兄ちゃんよりは気を使ってるつもりだけど。髪は女の命って言葉知らない？だってお兄ちゃんの体すごい冷え切ってる。ダメ。お兄ちゃん、お兄ちゃんの匂い。